やってまいりました。今日はですね、大体8年9年前ぐらいに、かかりました病気のお話をしようかなと思います。この話しようと思ったきっかけなんですけども、今日のあの YouTube の動画でメンタリスト DAIGO さんが、サムネで精神の質が半分に、みたいなのを書いてあったんで、ちょっとふと思い出して、あ、この体験みんなに発信できるなと思ったんで、お話ししようかなと思ってます。で、まあ、その8年9年、多分9年前ぐらいですかね、かかった病気の名前なんですけども、静索静脈瘤という病気になります。字はですね、これですね、この漢字書きます。生死の生っていう字に、検索の索ですかね。それから静脈は普通に静脈で、まあ、静脈瘤って感じですね。この病気何かって言いますと、確か血液が逆流するっていう、簡単に言うと病気でした。この、メディカルノートっていうサイトの、概要を見ますと、静索静脈瘤とは、精巣のすぐ上の心臓に戻る静脈の血液が逆流し、精巣の周りに静脈のコブができてしまう状態を指しますと。この病気なんですけども、一般成人男性の約15%なんで、意外とぼちぼち高い割合ではあるかなと思うんですけども、15%に見られるみたいです。で、この病気ができることで、血液の悪化や温度の上昇が起こり、精巣が影響を受けることから、静索静脈瘤は男性不妊の原因となりますっていう感じです。今ここに書いてありますように、これ男性不妊の原因になるみたいで、実際僕も最初かかった時に、子供できなくなるよっていうふうに言われました。当時、今29なんですけど、当時、21ぐらいだったんで、さすがに子供は欲しいな、まだ結婚してないんですけども、子供欲しいなって思ってたんで、まあ、直しとこうと思って直したんですけど、子供ができなくなっちゃいます。その時のドクター曰く、そのままほっといてもいいですし、まあ、手術するなら手術するっていう感じでした。ほっといても特に何の問題もないみたいです。なので、まだ年齢若い方、20代とか、まあ、10代、30代あたりの方は、まあ、40、50の方も子供を作る可能性もあるかもしれないんですけど、比較的若い層の方が、まあ、子供が作る確率が高いかなと思うんで、若い方、これから症状をお知らせしますんで、その症状がもし当てはまってたら、すぐに病院に行った方がいいと思います。まずそもそもなんでこれ分かったかと言いますと、僕、10代後半か、20代前半、20代前半じゃないな。あれは20前後の時ですかね、20前かもしれないんですけど、友達と一緒に温泉に行きました。んで、まあ、温泉結構行くんですけども、温泉行った時に、あれ、なんか玉袋片方大きいねみたいなことを言われて、まあ別に対してその時気にもしてなかったんですけども、それから数ヶ月後ですかね、もしかしたら1年後とかかもしれないんですけど、そういえば友達があの時ああやって言ってたなと思って、一回自分の袋を見てみたんですよね。あ、袋って玉袋のことです。袋見てみたら、確かに左右の大きさ違うなと思って、で、これなんかまずいかなと思って、泌尿器科に行きました。で、泌尿器科行って、まあ、見てもらって、そこで大きな病院に紹介されて、大きな病院行って手術したっていう、ざっくりと説明した感じだしとこうなんですけども、まあ、詳しく話しますと、まず一番最初に気づけるポイントとして、左右の袋の大きさが違う。で、内容量って言ったらいいんですかね。その袋の中の大きさも全然違います。多分倍ぐらい違います、大きさが。今ここにトイレットペーパーあるんですけど、トイレットペーパーをちょっと楕円にした時のこの芯の穴の大きさぐらい、ぐらいよりも大きいのかなっていうぐらい、大きく僕はなってました。で、まあ、まず気づけるのが明らかに大きさが違うっていう点と、2つ目のポイントが、
お腹に力入れた時に、お腹に力入れると袋は上に行くんですけども、普通は。その病気になってる場合は行かないです。なので僕は片方の袋だけもうそのままの状態、もう垂れ下がった状態っていう感じでした。その2点で多分十分気づけると思います。あともう1個気づけない、気づけるポイントがあるとしたら、子供がなかなかできないっていう点かもしれないです。なので大きく外観でわかる部分は、その左右の大きさが違うってことと、お腹に力を入れた時に、袋が上に行くか行かないか、これで気づけると思います。他は特に痛みもないので、まあ気づけないと思いますね。そういう日常生活で痛みっていうのが伴わないんで、まあ、僕がちょっと大きかったんで邪魔でしたけども、歩く時とか、歩く時邪魔っていうとちょっと大げさですけども、まあ、若干邪魔だなみたいな時もありました。そんな感じで気づけるポイントとしてはそこです。泌尿器官っていうのは実際本当にじゃないな、実際、ドクターに、まあ、下半身全部見せる形になります。で、病院によっては、そこに一緒にいる女の人ですかね、ナースっていうんですか、ちょっとよくわかんないですけど、女の人も一緒に立ち会ってる場合があります。なので、ちょっと抵抗がある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、僕は温泉とか行ってたんで、全然下半身見せる分には、そこまで言うほど抵抗がなかったっていうか、まあ別に、見られてどうこうなる問題じゃないんで、特にそこまで大きな抵抗は僕はなかったですけども、まあそういう感じになります。で、寝て、触られて、まあそれを、ドクターに触られるんですけども、触られたり、して検査してもらうっていう感じです。で、大きい、病院紹介されて、そこ行った時も同じような感じでした。で、精子の量を調べたりとかするんですけど、精子の量っていうのは、なんかサンプルを渡します。で、そのサンプル自体も、避妊用具でコンドームがあるんですけど、コンドームみたいな形状のプラスチックのケースに入れて持っていくっていう形になります。精子の状態を調べるには、新鮮な精子を持っていかなきゃいけないんで、だいたい病院に行く30分以内に、精子を出さなきゃいけないっていう状態でした。なので、病院に行く30分前に、精子を出して精子を持っていくっていう感じでした。僕の場合はそれで検査してもらって、成人男性の、全然子供ができるっていう状態まで確か満たされてなかった状態なので、もう9年前なんであんま覚えてないんですけど、確かそんぐらいでした。で、今の状態だと子供できないか、できるかもしれないっていう、できるかできないか微妙なところだったんですよ。それで、まあ手術したんですけど、まあそれでっていうわけじゃなくても、まあ子供は欲しいと思ってたんです、その時は。手術しました。で、何が一番辛いかっていうと、僕入院したことなかったんですけど、手術の後でした。まず入院して、まあ、入院する前に最初いろいろ血液検査とか、まあ手術受けれる体かどうかっていうのをテストするんですけど、肺活量ですとか、そこら辺を、調べたりします。で、入院は確か3日ぐらいし、3日4日してました。で、手術したのが、確か3日目の、3日目の、2時からなので、2日前から入院してたのかな？3日かもしれないですね。3日間のうちだったら中1日に手術してっていう感じなので、まあ、とりあえず前日の、何が辛かったかっていうと、辛かったこと1個目が、前日の夜ですか。何も飲食できないっていう状態でした。前日の夜からご飯も食べちゃいけないですし、水分も一切取っちゃいけないっていう流れでした。それから手術当日は2時からなので、お昼の2時の方です。なので、それまで何も食べれない、何も水分取れないっていう状態が、まず1個目つらかったことです。で、2つ目のつらかったことが、あまりに退屈すぎでした。
その時、まあ、病院に本とかはあるんですけども、漫画とかもあったんですけど、同じ場所にじっとするってのが僕はあんまり性格上ちょっと合わないくて、もうベッドの上で寝てるとか、それ自体がまず辛かったです。で、辛かったこと3つ目が、手術後なんですね。手術後が、すごい辛かったです。そこら辺を具体的にお話しできればいいかなと思うんですけど、手術の方法としては、これサイト見て僕知ったんですけども、行為結紮術っていう手術方法と、腹腔鏡手術っていうのがあります。僕の場合は腹腔鏡手術、腹腔鏡手術っていうので、内視鏡と呼ばれるやつで手術するっていう感じでした。お腹に、3箇所、1センチぐらいの幅の切り込みを入れます。横にシュッシュッシュッって今入ってるんですけども、手術跡が。そのわずか1センチぐらいの幅からなんか棒みたいなの突っ込むんですかね。それで手術するっていう感じになります。なので、あとは全然お腹に3箇所残ってるぐらいで、もう全然気にならないぐらいの大きさです。そのうちの3箇所のうちの1箇所は僕はおへその部分をちょうど切られてたので、まあ実質パッと見て残ってるあとは2箇所、それも今はもう1センチにも満たさないぐらいの大きさです。なので、あとも比較的分かりづらいんで、まあ全然そんな大きな跡が残るわけではないです。で、その内視鏡をするにも全身麻酔をするんですけども、全身麻酔した後が、まあ手術後ですね、まあが辛くて、手術室も実際自分で、歩いて手術室に行きました。で、自分でベッドの上に寝て、で、なんか、マスクみたいなやつですかね、当てられて、で、多分ガスかなんか流れてきてたと思うんですけど、普通に呼吸してたら、そのうち眠くなるからって言われたので、普通に呼吸してたっていう状態です。そしたらそのうち寝てました。最初全然、なんか眠くならなくて、これ本当に眠くなるんですか？全然眠くならないんですけど、みたいな、ことを言ったのを覚えてます。で、そのうち眠くなるんでって言われてたので、もう自分にはその全身麻酔自体が効かないのかなっていうのも、ちょっと不安な部分もあったんですけど、いきなり途中から体全身が重くなるっていう感覚と同時に眠りについたっていう感じですね。なので、眠くなる瞬間に、うわ、来たって言ったのを覚えてます。そんぐらい、なんかいきなりカーンって来る感じでした。で、次に目を覚ましたら、もう手術が終わってて、ベッドの上でっていう状態でした。で、そのベッドの上が一番辛くて、お腹を手術したんで、まず、こう、寝返りが打てないっていう状態でした。右腕に、点滴されてて、左の人差し指に、なんか脈測るやつかなんかですかね、がつけられてて、両足には、血液を循環させるんですよ。なんかずっと寝てるんで、血液を循環させるために15分に1回なんか動くっていうやつのマッサージみたいなのが両足についてるっていう状態です。で、手術後なのでお腹は痛いので、当然動けないっていう状態で、その状態で、あと全身麻酔すると、全ての自分で動かす筋肉がコントロールが効かなくなるので、要はトイレ、おしっことかがいけない、自分で出せない状態なんで、カテーテルが入ってる状態です。まあそれもしんどかったんですけど、とりあえず何箇所か全身に何かがついてるっていう状態だったんで、もう本当に身動きが全然取れない状態でした。で、なんだっけ、その状態でずっと起きてます。麻酔終わった後って、なんか僕お酒飲んで酔っ払って行ったことがないんですけども、手術する前に全身麻酔すると酔っ払った感覚になるというふうに言われました。なので、それを楽しめるなと思って、
そこら辺の楽しみもあったんですけど、あの本当になんか意識朦朧っていうんですかね、ああいう感じになるんですねっていう感じの感じでした。なんか何言ってるか自分でも途中分かんない時があるのか、何なのか、夢の中なのかみたいな、麻酔が切れて起きた時もそんな感じでした。はい。でその状態で大体半日以上ですかね、12時間以上縛り付けられた状態でベッドの上にいるっていうのがすごくすごく、しんどかったです。多分携帯も触れない状態だったはずです。とにかく早く今の縛られた状態から、解放されたいっていう気持ちでいっぱいでした。で、手術した次の日ぐらいに、全部取れたのかな、多分全部取れたと思います。点滴はついてたんですけども、カテーテルも、取ってもらって、そのトイレ、あ、そうだ、トイレに行く感覚、要は普通は大きくなると、まあ、便器に当然しょんべんとかするわけですけども、寝ながらしょんべんをする、しかも意識がある中で服も着てるのにしょんべんするっていう感覚、今までそんなことがないので、それがすごいすごいすごい違和感でした。寝た状態でなんかパンツも衣類も着たままあのしょんべんをするっていう感覚が、すごい嫌な感覚で、はい、これ実際体験してもらわないと説明しにくい感じですけども、要はカテーテルが管の尿道に入ってるので、あの普通にしょんべんはできるんですけどもっていう感じです。まあとりあえずそこら辺になればわかるって感じなんで、うまく伝えれないんですけど、とりあえずそれはすごい違和感がありましたね。あとちょっと痛いですね、あのカテーテル入ってるせいか。で、まあ、その次の日にカテーテル取ってもらうんですけど、カテーテル取る瞬間って痛いのかなと思ってたんですけど、いやめちゃくちゃそこまで言うほど僕の場合は痛くなかったです。実際その後自分で歩いてトイレはあの行くわけなんですけども、行って正面するわけなんですけど、その時に血が出たりもするんですよね。でそれがちょっと若干痛かったかなぐらいで、カテーテル取ること自体もめちゃくちゃそこまで痛いわけじゃなかったです。それよりも手術後のお腹の痛さの方が勝ってたので、あ全然っていう感じでした。あ手術後、1日空けた後は自分で歩きますし、退院も自分で、まだお腹痛かったんですけど、もう退院していいのっていうぐらいの、感じでした。で自分で車で帰りも運転して帰ったんですけども、ちょっとわずかな振動でもお腹がめちゃくちゃ痛くて、とても次の日から仕事ができるなんて思える状態じゃなかったです。あのその時は生産現場で働いてたので、重いものも持つっていう、まあ、状態、あ重いものを持つっていう仕事内容もありますので、なんか到底仕事できないなと思って、でそこからしばらく休みをもらったのを覚えてます。1日2日3日かな、土日挟んで、土日含めて 1,2,3,4,5,5日ぐらい休んだんですかね。とにかく手術後の方が僕は、辛かったです。で家でもあの特にいろいろなんかできるわけでもなくて、まあ、携帯触ったりとか、程度でした。あのお腹の振動がとりあえずいかにお腹に振動を与えないかっていうことを考えて、生活してましたっていう感じですかね。とにかく入院がものすごい辛かったです。その手術後がものすごく辛くて、もう絶対あの入院したくない、病気になりたくないと思いました。なのでタバコもその時やめてやろうって思ってたんですけど、病院の中タバコ吸えなかったんで、タバコ吸いに行くのもめんどくさかったんで、病院の中ではタバコ吸わなかったんですけど、そこからもう絶対タバコは吸わないって心に誓いました。その数日後にタバコを吸い始めましたっていう感じです。そのぐらいでも手術するっていうのは心入れ替わっちゃうぐらい、まあ心入れ替わってないんですけど、実際はその時だけはもう誓ってしまうぐらい、辛いです。
なので男性の方、とりあえず結果的に何が言いたいかって言いますと、子供できなくなるかもしれない病気なので、もし最初に話しましたポイント2つですか、玉袋の大きさが左右均等じゃないってことと、お腹に力を入れた時に、袋が2つとも上に上がらない場合は、病気の可能性がありますので、子供欲しい方は、すぐに病院に行って診察してもらってください。女性の方の方が不妊治療って印象強いかもしれないんですけど、男性も全然あり得る病気なんで、今は僕妻も子供もいて、子供作れる体なので、そこまで治ったので大丈夫なんですけども、本当に男性の方でも子供できない原因って男性の方にもあるかもしれないんで、さっきの話だと、15% でしたっけ、一般成人男性で。なので自分の体見てもらって、心当たりある方は、すぐに病院に行くことを、子供が欲しいなら病院に行くことをお勧めします。そんな感じでざっくり簡単に性索静脈瘤の病気になったっていう話をふと話できるなと思ったんで配信します。そんな感じですかね。あと治療費なんですけど、だいたい10万いかなかったぐらいです。7、8万払ったかもしれないです。で、あとは健康保険組合ですかね、からお金が確か出たような気がするので、戻りもいくらかあったので、最終的な出費は確か5万以内だったような、気がしますけども、なんせ約10年前の記憶なんで定かじゃないんですけど、そんぐらいだった気がしますので、参考までにしてください。他お伝えすることは特にないですかね。性索静脈瘤について調べたら、YouTube 動画で調べたら、ジミーさんって方ですかね、たくさん出てたんですけど、他に発信されてる方がいなかったので、今回動画にしておきます。子供欲しい方で若い方はぜひ病院行って、もし子供できないとこで悩んでたら病院行くことをお勧めします。そんな感じで、それじゃあまた。